江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら韓国サムスンが凋落、韓国と米国の工場建設がとうとうというね、記事ご紹介していきたいと思います。皆さんと一緒にリアルタイムでサムスンがどんどん爆暴していく瞬間をね、見ていくと、ね、ビールのおつまみになりますね。はい、それではですね、見ていきましょう。くーちゃんお願いします。サムスン電子が平沢第4工場 B4 および米国テキサス州テーラーのファウンドリー第2工場の着工および発注を全面的に延期したことが確認された。サムスン電子が半導体投資に対して慎重なアプローチを選択したと解釈され、協力企業の発注スケジュールにも影響を与える見通しだ。25日、半導体業界によると、サムスン電子は最近、これら2つの工場に関連する半導体装備や設備インフラなどの主要な発注を相次いで延期したとされている。サムスン電子はこれらの工場の具体的な着工時期を公式に発表したことはないが、半導体業界では両ラインとも今年下半期の着工を目指していたとされている。下半期の着工を前提に投資に関連する主要な発注が行われたが、最近延期が通知されたのだ。これに先立ち、関連市場ではこれら2つのラインをめぐり様々な推測があった。一部ではファウンドリー生産ラインとして計画されていた B4 の一部フェーズをメモリラインに転換するという見方や、メモリ半導体の需要が減少する中で増設そのものが遅延する可能性があるという観測もあった。平沢 B4 ラインはサムスン電子が推進する世界最大規模の半導体生産工場で、メモリ半導体とファウンドリー生産を同時に進行できる主要な設備として設計されている。 B4 は全4つのフェーズで構成されており、最初のフェーズは稼働を開始した。しかし下半期に着工予定だったフェーズ2から4の工事が全て延期され、それに伴い装備およびインフラの発注も一緒に先送りされた形となっている。米国テキサス州テーラーにあるサムスン電子のファウンドリー工場も同様の状況にある。サムスン電子は440億ドル、約60兆ウォンを投資してテキサス州テーラー市一帯に半導体工場2つと先端パッケージング研究開発 R&D センターを構築する計画だった。チップス法に基づき、米国政府から64億ドル、約8兆8000億ウォンの補助金を受ける予定である。第1工場は何度か延期されたものの、着工にこぎつけ、2026年の完工を目標としている。サムスン電子は、テーラー第1工場で、5ナノメートル以下の先端半導体プロセスを準備中だ。しかし、第2工場の工事着工は、今年下半期中に着手する計画が全面的に再検討され、発注も保留された状態とみられる。これに関連し、サムスン電子の関係者は、ラインの運営に関しては、公式な回答が難しいとしつつ、ただし、需要の変動性に応じて、工場の構築計画は、柔軟に変わる可能性があると説明した。サムスン電子が、当初の計画を全面的に修正することになった背景には、グローバル半導体市場の不確実性と、収益性の問題、メモリ半導体需要の鈍化が、大きく影響を与えたと、分析されている。特にメモリ半導体市場の在庫過剰状態が続いており、サムスン電子は追加ラインの増設を保留する方向に転じたものとみられる。今回の発注延期決定は、サムスン電子が半導体事業において慎重なアプローチを選択したことを示唆している。グローバルな景気低迷やメモリ半導体市場の収益性悪化、ファウンドリー市場での激しい競争などにより戦略を修正したのだ。業界関係者は、サムスン電子が工場着工に関連する主要な発注を全て延期したことは、今後も投資スケジュールが流動的に変わる可能性があることを示唆している。今後計画されているラインも延期が避けられないと述べ、これは半導体産業全体にわたるサプライチェーン問題をさらに複雑にする変数として作用するだろうと語った。はい、というね、記事でした。メモリもダメなんだ、今。DDR5 とか。ダメなの？っていうか、まあ、いろんなメーカー作ってるからな。はい、それではですね、こちら韓国の反応いってみましょう。はい、それではですね、1人目こちらポン。
アメリカの工場はあまりにも政治的だ。人件費が東アジアの約3倍になり、収益性が合わない。さらに、あの遠く離れたテキサスでは、周辺のエコシステムもほとんど存在しない。インテルがなぜファウンドリー製造を放棄したのか考えてみるべきだ。サムスンはまずファウンドリー事業部を分社化し、あまりにも多くを手掛けようとせず、少なくともメモリーにおいて地位国と聴覚差を維持するために集中しなければ難しいだろう。世界的に見ても、特に半導体産業は構造が過度に細分化され、専門化しているため、設計、ファウンドリー、メモリー、パッケージング、素材、部品、装置のいずれか一つでも完璧に聴覚差を維持しなければ生き残るのが難しい。現実を直視してください。サムスン電子には失望した。経営国の現状を示しているようで残念だ。44-13。平沢も終わりだ。サムスンはもう終わりだ。37-9。工場建設が停止するということは、完成時点までに3年かかるということや、不止まりやその他解決困難な問題があるということを意味する。80。ユン政府肝煎りの半導体団地リュージンでは、まだ工事も始められないだろう。81。受注が全くないか、不止まりが最悪のようだ。平沢の作業員たちが涙を拭いている。私も不動産に投資したが、51。サムスンもいつの間にか革新が消えたようだ。もう下請けでメモリーを作る時代は終わった。 TSMC が革新し半導体設計分野に進出した時にサムスンも一緒に競争すべきだったと思う。会長のビジネスセンスは父親よりも劣るようだ。40。2番手が望んだ世界になっていくんだな。医療崩壊、経済崩壊、福祉崩壊、外交崩壊。17。だからこそ、ユン政権の初期に、バイデンが半導体企業に圧力をかけて、アメリカに工場を建てさせようとしたとき、もっと外交をうまくやるべきだった。なぜ、アメリカに工場を建て、技術を奪われるのに何も言えなかったのか。時間と集中力が分散してしまい、うまくいかないんだ。74。結局、ユン・ソクヨル政府と与党は総合的に失敗だ。チェコもアメリカも日本も C 国も、すべての外交が失敗に終わった。63。これはユン・ソクヨルの海外訪問の成果か？法人税を減らしたことでお茶を濁そうとするつもりか？30。今や工学部出身者が政治をやるべきだ。検事や医者が幅を利かせる世の中では、経国の発展はない。30。サムスンも昔のサムスンだな。30。半導体を経営だけで捉えているからこんなありさまだ。半導体はすぐに成果が出るものではなく、投資を継続的に行うべきだが、腹が減ったからと足を切って、後で腹が満たされてからまた動かそうとするようなものだ。本当にサムスンが倒れるのを見そうだな。20。工場を建てて何になるんだ。電気もない、水もない、注文もない。20。それはあれですね、ユン政府肝煎りの龍神クラスター団地のことですね。はい、それではですね、チャットの反応いきましょう。私まだ DDR4 なんだけどいい話じゃないか。バクバク楽しくて仕方ない。工場を作っても売れる相手がいないから延期したにだか。だって工場を作っても作るものがないんだもの。とりあえず最後まで工場は作って、パプリカでも栽培したらいいんじゃないかな。新しい種類の半導体の競争時期にこの動きって完全に詰んでんな。今さら半導体落ち目なのに米国に工場を建てて何するのかしら。あら、もう今じゃあれじゃないですか、 DDR5 のメモリっていっぱいあるんじゃないですか。だからなんかもう2店舗ぐらい遅れてんのかもしんないね。 DDR6 なのかな。予定通りに建設しない工場なんざ補助金切られるだろ。半導体って大消費地の近くに作るものなんだよ。ロンドンのどこで使うの。あそこは金融で食ってる国であって、工業はほとんど沈んでるよ。熊本だってソニーとか消費する工場もあるんだけど、要は技術が低くて作れないから諦めたんだろうから、さっさと敗北を認め、身の丈に合った経営すればいいのに、見栄とエラが邪魔しているのか。ハード作っても従業員が確保できないだろうし、そりゃもう主導性取れない分野で作っても価格競争で負けるだろうしな。もう諦めろん、わら。何か慎重なアプローチだよ。採算が合わないからだろ。組み立て工場では他の会社と競争ができる状態じゃないという証明だろ。4通りスマートフォン出すから問題ないにだ。技術を盗まれるってのも今や枕言葉よな、わら。安定稼働するのが重要なので枯れたデバイスばっか使ってますが、メモリー性能は DDR4 と5は大差ないよ。予測学習が DDR5 で変わっただけで、実行速度は下手すると一部 DDR4 の方が速い。
はい、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。